はい、正門です。今日は安弘のハサミを売っていただいたんですけど、このハサミの内容を、ちょっと大角さん本人に聞いてみたいと思います。ではちょっと書いてみます。すみません。はい。あ、はい。久保さん、はい。あ、はい。先日はありがとうございました。はい。こんばんは。いえ、はい、こちらこそありがとうございます。はい。で、このひょうたんのハサミ、どうしてこの形になったんですかね。はい。まあ、昔からある切り箸の形はご存知ですか。まあ、京都は、京都にしかないハサミらしいんで、切り箸いうのが、作っとったんですけど、はい。こう枝を挟みに行くと、指が遠なりますよね。はい、歯開けると。くぼんでたら、指が引っかかって切りやすいに違うかなって思い出して、親指側はどうするんやいう話ですわね。それから、片チンバのハサミにするんか、同じ形にするんか。まあ、試作品を作った時に、女の人のプロポーションで言うと、バスト、ウエスト、ヒップみたいな形になってますけど、ヒップが小さかったんですよ。一番最初に作ったやつが。なんでか言うと、人差し指を中に入れたがる人が、切り箸の人多いんですよ。人差し指は外に出して切る。指が全部外に置いて握るのが、ハサミの基本的な持ち方なんですけど、生えてる枝の方へハサミ持ってて剪定されるので、重力では歯が開かないんで、そういう時は人差し指入れて広げたりするんですけど、もうずっと入れっぱなしでちょきちょき握るようにされる人が多いんで、バストのが大きくてヒップが小さかったんですけど、最近久保さん送ったやつが最近、やっと切り幅とか落ち着いた感じのやつなんですよね。もっと広く作ってたんですよ。もうバチンって切った時に指が挟まないとか、みんな指一回挟んだ人は無意識の恐怖心にと叩こうと張りますんで、そういうことが一切ないんで、絵の思いついたなと思ってやってたんですけど、松の葉っぱをむしる作業があるんで、もうちょっと狭めんと持ったままはむっていうことになってきて、握り幅の狭いのを作ったんですけど、握り幅狭いと今度切りにくいんですよね。チョキンって切ったりするときの、閉じたときにバチンって切ったときの握り幅が、はい、ええとこにおると力入れにくいんですよ。それから広い方が力を入れやすいんですけども、今度指がかかりにくいでしょ。閉じたときの握り幅が広すぎると、今度枝挟もうと思ったら、指が届きにくくなるんで、やっと落ち着いてきたかなというところですよ。指挟まないとか、小指に力を入れやすいハサミを作りたかったんで、小指にまで力が入らんと握力で上がらへんっていう考え方なんで、中指を持っていって、ヒップのとこに薬指とか小指がかかると、ものすごく力入れやすいし、なんかいいの思いついたなとか思って、今までの通常の切り箸から乗り換えある人が割と多いんですよ。ひょうたん型、握ってみたらもうみんなニヤーってしてはりますわ。ニヤけはりますわ。握り心地がいいんでね。よじれてるいうのもありますけど、ねじってあるでしょ、胴体が。そうですね、ねじれてますね、これ。うん。はい。それの加減とかね、壺にはまってる感じの形になってるんやと思いますわ。僕そんなん持って仕事しひんのですけど、あくまでも想像で作ってるんで、だから握りやすい、力の入れやすいね、いい形を思いついたなと思って、そう、今主流ですよ、それが。まあ、勝手に主流にしてるんですけど、まあ、注文はね、あんまり受けてへんと言いながら、買えへん人とか、仕事仲間の紹介があれば、責任取って作ってますけど、やっぱり、ひょうたん型が多いですよね。だから、わらび手もひょうたん型にして、作ってますもんね、最近は。で、べしょうのブログの、べしょうさんが、ひょうたんって、ブログに書かはったんで、勝手にひょうたん、ボンボひょうたん言うてますけど、まあ、ちょうどひょうたん型なんで、ブログに書かはったんですよ。試作品を持って帰らはったんで、無理やり、売らされたみたいな形で、はい、もう第1号が、べしょうさんが、売ってくださいになって、ほんで、値段も何も決まってんのに、菊池もにさんとかね、京都の刃物屋さんへ、
持ってて見てもらおう思って置いてたやつを向こうで帰ってしまったんで、はい、うん、それからね、まあその時の形からはもうだいぶあの変わってしまってますけど、でしょうのブログに第1号のヘッダー型載ってますと、あのハサミガジュの野中さんもあるんですけど、そこでありますよ、うん、なんで思いついたか言われたら、まあもうおぼろげに指がこうなってたら指引っかかりやすいよなとか思って、はい、始めたのがきっかけですけどね、うん、まあ、たまたまひょうたん型になってしまっただけで、お尻の部分をどうするんかとかね、ああいう形で当たり つけとくと手のひらとか指挟まないんで、池の棒のハサミ、花バサミご存知ですかね、くるっと下丸まってるでしょ、あれみんな飾りは持った手のひらからハサミを浮かす工夫なんですよ、で手のひら挟まんように、ひょうたん型のああいう形で当たりを手のひらから遠いとこで当たり作っとくと挟まないし、握り込んだ時に小指も挟みませんので、今のところまだここがあかんいうところは握った以外には出てないですね。別所さんのこれブログ見たら、はい、あのひょうたんの、はい、形違いますね、下の方が小さいですね。見てありますか今。あ、そうですそうです、それ第1号でこんなもんかな思って、はい、まあ手曲げなんで、はい、うん、あの こんな感じかなと思って作って、はい、あの何人か植木屋に見せて、ええんちゃいますかいうことになって、まあ菊池門にも一回持って行って見てもらわなあかんかなと思ってたんですけど、うん、まあそんな形で最初何丁か作りましたよね。手の小さい人に言ったりでしたけど、はい、手が小さいけど握力があるんでどこのハサミも潰してしまうし、大きいと手届かへんし、いう人がおられて、なんか指の届きそうなやつ、僕作ったやつが一丁あるし、一回使ってみはりますか、言うて。うん。ほんなら、請求金額よりも多い目に振り込んできはったもんやから、電話したら、僕の日当です、言って、当時ね、21,600円の定価やったんですけど、3万円振り込んできはったんですよ。ああ。うん。だから、植木などた師匠が、はい。ニット分だけの道具は使え言うて、そういう教えから、うん、ニット分の値打ちはもう十分ありますので、ね、うん、で3万円送ってきはったから、なんか送りましたよ、こっちから。大隅さん、はい、なんか2代目なんですか？あ、植木ばさみはね、僕の父親から始めたんです。うちはね、池の坊屋です。代々言うても僕4代目ぐらいらしいんですけど、もうわからないです。おじいさんの顔も知らんので、僕がね、幼稚園の頃までは職人さんいたんですよ。親父以外。職人さんが抱えて、ね、うん、まあ、戦前は刃物屋で割と作っても追いつかんぐらいあったらしいんですよ。おじいさんはだいぶ儲けたらしいんですけど。戦争で今度材料ありませんよね。鉄がもう公園の銅像まで溶かした時代ですから、鉄がない時代があったんですけど、はい、おじいさんが縁の下に2トンほどの材料隠しとかあったらしい。それで食いつないで。ほんで、まあ、刃物組合今でもあるんですけど、配給制みたいに なってたんですかね。だから、組合に 入らんと、組合に材料が来て、それを個人に分けて、する時代が長年あったらしいんで、その名残で刃物組合があるんやって、この間初めて年寄りに聞きました。長老がやるんですけど、その人と喋ってたら、あ、そんねかと思って、なんで刃物組合みたいな、刃物組合理事長やらされてるんで、伝統工芸品に入ってる組合の長ばっかり集まる寄り合いが、ね、年2回ほど総会と親睦会みたいなのあるんですけど、そんなとこ行ったって刃物組合今16件ですよ。今度3件、このコロナ騒ぎで総会できてへんので紹介もできてへんからあれですけど、はい、3件入ったいう人が出てきて、今京都に刃物組合で刃物屋さんが16件あるってことですか？16件、それもね、はい、作り手がね、5件ぐらいですかね。野鍛冶さん1件、野小屋さんが1件、2件かな。んで、包丁鍛冶が1件。んで、包丁鍛冶2件か。シッターサイズで2件。で、うち、7件、火起こしてるとこが。これがね、10年ぐらい前に、堺の刃物組合聞くと、火起こしてるとこだけで55件になりますから、
もう規模が全然違いますもんね。あそこ、関ですよね。岐阜県の関の孫六の有名な、うん、京都は ほんまにもう弱小ですよね。もう、力工具組合ってあったんですけど、その力組合でも、京都はあの、堺のおまけみたいにしていかんと相手にされんぐらいの規模でしたから。だから都のあったとこには、あの、はい、鍛冶屋さんも集まって、刀ね、ちょっと京都は、長年都やったんで、刀鍛冶師はようけあったらしいんですけど、堺が大きなったので、あの、刻みタバコってあるんですけど、あの、キセルの葉っぱの、ものすごく細かく刻んだ、それを刻む包丁で大きなったらしいんですけど、それと、鉄砲鍛冶やね。鉄砲鍛冶と、タバコ包丁、刻む包丁で大きなって、あの、家庭用包丁に移行して、あのまあ、ハサミとかも全部ありますけど、ほんで、鉄砲鍛冶の人らはパイプにする技術があったんで、今度自転車の産業も盛り、割と大きいらしいですよね。京都はね、ないんですよね。それから、もう僕、年明けたら62ですけど、ペーペーですもんね。もう、しかも、潜りのは見出してあるし、もう、父親が、はい、寝たきりになってから、お前修理できへんって言われて、こそこそ始めたのが43の年です。来年19年目ぐらいですね。もう丸18年になりますね。死んで丸18年ですわ。11月2日が命日やから。それからもう、年配の植木屋さんが、なんか息子がやっとるらしい言うて、あの噂聞いて、大勢見に行かれましたよ。どんなやつや。顔見に来て、修理とか任されられるんかね、心配やったと思いますけど。うん、まあまあ、親父が、まあ植木ばさみで、ねえ、あの、池の方が売れんようになってから植木ばさみで食うようになって、割とお客さんついてたんで、もう、あれですもんね、あの、うちの親父のハサミ持ってきて、1時間も2時間も時間話で帰らはるんですよ。あの、父親が植木ばさみに刻印、売ったんが安い色ですわ。うん。まあ、それ勝手に僕が道具とか、はい、まあ、政治家でいう、地盤、看板、カバンの、全部引き出てんねんけど、はい、残念なことに技術はもう、はい、もうそこら辺道歩いてはる人よりは詳しいやろうっていう程度で始めたもんですから、もうそれこそググりながらやってましたもんね、最初。ググりながらでできるんですね。ググりながらですよ。ほんまに。パソコンを広げて、ググりながら、はい、それでも僕ら作り手にしたら、見たいところは映ってないんですよね。大体、あの、こういう流れでできていきますよっていう感じのやつですね。野中さんもお会いさん亡くならはって、鉄次郎さんが亡くならはって、3年、4年かかっちゃうかな、やりださんまで。だから、僕が43歳ぐらいでしょ、始めたんが。野中さん60超えてからですよ、息子が始めた。うちの父親の年から言うと、鉄次郎さんの方が、6つ7つ年上なんですよ。まあ、今生きたら102歳ぐらいならはんのか。チャンスやった。うちの父親が生きとったら95なんで、ほんで、野中鉄次郎さんが生きたら102歳だったんちゃうかな。101歳か102歳か。もう100超えたるとして、まだその上にね、今生きたらって116、7歳ぐらいの、口声いう、あの、屋号でやったはった鍛冶屋さんがやるんですけど、はい。そのハサミが今出回ってる、あの、切り橋とか、わらび手の、京都のハサミの原型みたいな感じですよね。だから、うちの父親は3番手ぐらいですもんね。そう、口声さんのハサミのまだ現場出回ってますからね。もうみんな宝物みたいに思ってありますよ、植木さん。口声言うてね、あの、目鼻口の口に、はい。清いですね。独立するときに、親方の口の字を一文字も、さんが独立していかんだみたいで、同じ口声でも、口に、あの、政治の声の人も、包丁を作ってある人があったみたいですよね。僕何回か包丁を研ぎましたけど、これ、なんて読むんやろうなと思ったら、呼び方わからへんから。熱海で口製さんで、あの、分かってから、あ、これも口製やな。そこはもう耐えてます。後取りがやれん。息子さんカメラマンってことかな？もうだいぶ年配ですけど。まあ、最後に、ひょうたんとか大隅さんに興味持たれてる
方に何か伝えたいことは、まあ、伝えたいことって実際ね握ってみて今までの切り箸の方が僕にはいいみたいとか言うてる方もおられるんで、合う合わんはもう仕事始めてもらうか分かりませんから、手挟まんようなね指とか手のひら挟むことがないとかいうのはまあ一応売りにはしてますけど、わらび手にしてはない人はちょっと よじって作ってるんで、父親の名前使って買ってやってますけど、何の面影もないハサミ作ってますから、刻印以外に面影ないんですよね。今も店ね、看板下ろしてカーテン閉めた状態なんで商品並べてやってませんけど、並べてる時はやっぱり手に持ってもうてね書いてもらうんで安心ですですけど、地方発送するときはもう本当ドキドキするんですよね。それから名前入れて入ってますけど、削ったら消えるんで言うて、返品しやすいように言うては送るんですけど、はい、実際そんな削って、ま、ったってことできませんからね。まだそれやっぱり言うて返品は一回も来れたことないんですけど、意外に7寸の方が手にフィットしますね。すごい。ちょっと6寸よりも、やっぱ手の大きさですかね、うん、これは。ね、まあ手の大きさがね、ちょっと、まあ、一人ずつ違うんで分かりませんけど、うん、7寸の方が主流ですよね。ああ、やっぱり。うん、6寸はね、やっぱり松専用みたいになってきてますよね。昔からある切り箸で、はい、松持ったまましたはったんです。まあ、指に引っ掛けてぶら下げて、はい、むしりしたはったんですけど、はい、そうすると、ハサミちっちゃい方が邪魔にならへんでしょ。で、小さくすれば、はい、今度手のひら挟んだり、こう、まあ、握り込んで切ったら小指挟んだりいうことが起こってくるんで、そういう方にはもう喜ばれてますよ。そういう心配が全くないでしょ。くびれてるから、すっぽ抜けて落とす心配もなくなったし、力入れやすいことは女の人にいいから、池の子も取ったろうと思ってるんですけど、なかなか金とかももう3年も4年もほったらかしですよね。これの続編がなかなか来ませんけど、顔合わせたびに言われるんですけど。もうまだ作りますわ。もう僕、菊一文字さんと坪田さんと共演さんと今、三軒、まあ業者さん、ハサミ売って持ってるとこだけで手もありませんから。ハサミ屋一番さんっていうのは、なんか、知っていますか？うん、来ましたね、うち。ハサミ回してくれ、みたいな。ああ、そうですか。あ、まあ、前日に電話かかってきて断ったんですよ。ほんで、毎回お話ぐらいさせてもらいに行ってよろしいか、言うから、次の日来よったんですよ。ほんで、まあ、うちに、まあ、売れ残ってる、まあ、何個か持って帰るかいで、帰りよって、ほんで、念のために、ファックスで注文入れときます、言うて、来たら、全部で100丁注文あったんですよ。100丁作ろうもたらね、僕、半年かかります。もう、それだけかかっても。そやからもう、まあ、もう、最初に断ったけど、もう、それも、ほったらかしで、一回、催促ありましたけど、もう、とてもやないけど、こんな一遍に注文くれても無理や、言うて。うん、もうね、月20丁作れてるかどうかいうとこ違いますかね。20丁も作ってんのかな。もうしっかり数えてませんけど。まあまあ、この間送った土目とかね。はいはい。久保さんのように全部で3丁叩いたんですかね。3丁土目。まあ、叩いては平らなやつでまた叩いてちょっと伸ばしてみたいな。はい、もう表面積ぐにょになるんですよね。だからもう一回火ちょっと炙って、木槌で形直しながらね、もうむっちゃ時間かかってますよ。それも、土目何でしたか言うと、はい、ワッシャーの下に座繰りを入れるようになったんですよ。もう4、5年前かな。座繰りを入れ出したんですよね。はい、あ、ほら、こう座繰り入れてるよ。座繰るから。土目のやつ作れるわと思って、福井県の、植木屋仲間へ、若い子に、勝手に土目で送ったんですよ。注文のやつを。土目で。はいはい、どうやったら、まあ、ええんちゃいますか？かっこいいと思いますよ。それから土目ちょっとやろうと思って、
まあ、どういう模様ね、あの、とんがったやつで叩いた方がええんか、ぬるい土目がええんかと思って、やっぱりとんがってるやつで入れた方がいいみたいで、まあ、久保さんのはちょっと自分ではお気に入りの感じに仕上がったんですけど、ちょっとね、仕事が遅れたんで、ちょっと気悪いことで、ちょっと、えらいことだったと思ってましたけど、そうか、名前も葉の裏しか入れられへんので、焼き入れる前に名前ね、裏だけ仕上げて名前入れて、だからそれも忘れたら、あ、菊池門さんとか入れはるんですけどね、あの、焼きも入った上に。青髪でも大丈夫ですよ、言ったから、今度、あの、なんか、菊池門さんのとこへ、持っていこうと思ってるんですけど、完成品持ってって菊池門って、もう素晴らしい字で入れはる。字が下手やから、福音でコンコンやり出すと、ボールペンで書くんですよね。もう、見失う。で、今どこまでやったかもう分かるようになるんですよね。全体の流れがつかめてへんので。一回中学生の前で喋れ、はい、菊池門さんの命令で修学旅行の中学生の前で、ね、刃物について喋れて、刃物について言うともうしどろもどろになりましたけどもう知らんもんね。ほんで、よいたから新潟県のね、割と大工道具の刃物の産地の子らやから、はい、もしかしたらおっちゃんより詳しい子が中にはいると思うんやけど、みたいな。その時はね、天皇陛下、今の近所陛下が皇太子殿下の頃に、あの、育児採用で京都見えた時に、ハサミ作れ言われて、風の仕事で僕、ハサミ作ったやつ、あの、皇太子殿下が使わはって、それで今、家にあるんですよ。まあまあ、なんかの機会で来られたら、ね、あの、お見せできます。はい。はい、ありがとうございます。はい、いえ、はい、また聞いてください。はい。でも、はい。すいません。まあまあ知らんことの方が多いと思いますけど。あ、はい、はい。そんなことで。はい。ありがとうございます。はい、おやすみなさい。はい。という感じで、大隅さんにインタビューしてみました。まあ実際作った方のお声を聞けたっていうのはとても貴重な話になったかと思います。はい。はい、ここまでいただきありがとうございます。もしよかったら、いいねや、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、失礼します。バイバーイ。